金沢市内にある洋菓子店。クリスマス目前、この時期といえばやっぱりクリスマスケーキですよね。今このクリスマスケーキを取り巻く環境に変化が起きています。こちらの店ではクリスマスシーズンだけで2000個以上販売するケーキ作りが今最盛期を迎えています。もう今が書き入れ時ですから、みんな頑張ってます。厨房でパティシエが仕上げていたのは一番人気、生クリームでデコレーションしたクリスマスケーキです。価格は最も需要がある5号サイズで1個4400円。去年より数パーセントですが値上げしました。その原因は、こちらが小麦粉になります。去年の同じ時期から比べると十数パーセント上がってますね。そんなに、はい、ケーキの材料となる小麦粉の値上げです。このほか原油の高騰を受けてケーキを包装する箱やフィルムの価格が上昇しているといいます。僕らは美味しいケーキを作りたいので、どちらかというと値段が少し上がっても美味しさは守りたいなっていう、まあ、原油が上がってるっていうので、そのコスト、輸送コストとかも上がってくるし、その他箱とかフィルムとかそういうのも上がるし、卵で言えば飼料とかも値上がりすると思いますので、それはしょうがないかなっていう。店主によりますと、クリスマスケーキの予約は去年より増えているということです。